すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日金曜日は辛いラーメン行っちゃおうと思ったんですけど、本日行ったお店がまさかの取材拒否店だったんですね。というわけでそちらのお店がこちらです。ドン！ JR 北千住駅にあるとあるラーメン屋さんにお邪魔してます。こちらのお店、お店の名前とかメニューとか外観を出すのは NG とのことだったんですが、北千住に住んでる友達の協力のおかげでどうにか食べてるところだけは撮影させていただけるということで、持つべきものは友ですね。レッツゴー。さあ、さん、注文制です。今回はユッケジャン麺を青唐辛子入りの辛さマックス、麺は韓国細麺、韓国太麺、中華麺から選べたので韓国細麺でお願いしました。友達と喋りながら待ってるとこちらがユッケジャン麺の青唐辛子入り辛さマックスです。イエーイ。とにかく真っ赤っかで、辛いのはもう確定中の確定、すでに湯気も辛い気がするぞってことで、いただきます。まずはそんな赤いスープを飲んでみると、ビガー、すぐ辛い。特に青唐辛子が猛威を振るっていて、とにかく刺激的な辛さです。しかしその奥にいる牛だしのコクもちゃんと感じられるからすごいんです。では続いて麺いってみましょう。こちらはどうやら冷麺の麺らしいですが、そぞろタパーイ。ここでも辛いのはもちろんですが、冷麺独特のツルツルさと歯ごたえがナイスな組み合わせ。なんとなくヘルシーな感じもして、辛さによる消費カロリーを差し引けば痩せるんじゃない。さてここで友人が注文した蜂の巣ポックンもいただいてみましょう。甘辛な味付けと蜂の巣のコリッとした歯ごたえにお酒が進みそうですが、しっかり青唐辛子も使用されているのでやはり激辛です。ではまた激辛麺に戻って、いつまでも熱々な辛さにヒーハーしていると、ひとひらのオアシス牛のテールを発見。小ぶりではありますが、とっぷり柔らかく、スープの辛さにより脂の甘みがくっきりと際立ちます。てなわけでここで一旦汗を拭いてラストスパート。辛さとともにやってくるしっかりとした牛だしの旨みを一心不乱に追いかけて追いかけて追いかけて、雪国ヒーヒー言いながらもしっかりとした美味しさでなんとか完食です。大変美味しくすすれました。かなりの辛さですが、それでもどんどんすすってしまう一杯でした。それではカズレー。はい、ごちそうさまでした。いやー、とあるラーメン屋さんに行ってきたんですけれども、いや、だいぶ辛かったですね。辛さマックスはやっぱり来ますね。しかし辛さの中にもしっかり旨味ありで、ついつい箸が進んでしまいましたね。あのスープは絶対米が合うと思いますね。麺はこんにゃく麺みたいな感じだったんですけど、聞いてみたら冷麺の麺を使用してるらしいですね。ヘルシーな感じがしてすごく良かったですね。そして友達が食べていた蜂のスポックも少しいただいたんですけど、甘辛い味付けだけど辛さが圧倒的でしたね。でも美味しかったですね。夜からの営業でアルコールも置いてあるので、飲みに行って締めにあの辛いラーメンを食べたりしてもいいかもしれないですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、とあるラーメン屋さん、辛うまラーメン千住一夜。はい、起動します。すするの健康診断。というわけで早速体重測定の方もやっちゃいましょう。昨日までね、札幌にいたんで、これは多分太ってんじゃないか。あ、これ意外と減ってんの。ほんの少しだけまた減ってましたね。やったぜ、勝ったぜ。というわけでこの調子でまた体調に気をつけて頑張っていきたいと思います。また次回。ゼレゼレドーズ。あ、間違った。めっちゃ辛いわ。